こんにちは。ラッキーピエロ徳田店に今お邪魔してます。先輩、じゃあプロフィールお願いします。はい、じゃあ北海道支部、函館出身、大谷高校卒業、竹内優也です。95期北海道支部所属、大沢かなたです。尊敬する先輩は竹内優也さんです。好きな食べ物はハンバーガーです。29です。サブタです。昭和13年生まれです。 B 型です。よく斉藤匠に会いに行ってもいいですか。ラピで1万円食べきれますか。いや、まあ食べれないことはない。まあでも食べれなくていいですけど、まあ食べれるっちゃ食べれる。まあ飲むのにふさわしい料理ですね。オムライスになっております。なんということでしょう。これだけでいい。ゆうさん、これ食いたいですか。こちらの方、チキン焼きそばになっております。すごい量ですね。あ、来た来た来た。おかしいでしょ。うわ、すげえな。食べていいですか。オムライスいただきます。うん、美味しいです。このオムライスは、うん、美味しいです。まあ、僕が作る方が美味しいかな。お、来ました。チャイニーズチキンバーガー。じゃあ、いただきます。お、アメリカンな食い方ですね。お、フードファイターみたいですね。マヨネーズガッチリついてますか。ワンパク。ワンパク飛んでる。どうですか。うん、なるほど。もうまだあと5個ぐらいいけるそうです。ロッチャ飲んでいいですか。ダメだ、俺飲んでいいじゃないですか。いいっすよ、このボリューミーな唐揚げ。うん、美味しいですよ。あ、ちょっと甘い、よそではお見かけできないような唐揚げですね。それリポートですか。普通にリポート、普通に食ったやつね。カメラの方が違うね。うまい、待って唐揚げとポテトビチャビチャやんとね。今ハマっていること、それ今じゃなくて昔からじゃないですか。そうだわ。僕ね、ファットバイク、マウンテンバイクみたいな自転車。そうなんだ。はい。タイヤがね、もうこれぐらい太くて。そうなん。バイクみたいな。山道する。てめえ。これは何ですか。これ。チャイニーズチキンですか。じゃあチキンじゃなくてグラゴバになります。あ、うまい。そこもね、焼きそばね、大好きだな。全国各地いろんなところでレースがあるので、美味しいものをいただいたり、有名なところに行ったりとか、松山で道後温泉行きまして、一人で、ね、友達ねんね、知ってる。すごい、そういうのが発見できなかったなっていうのはありますね。ちなみに先輩は一緒。一緒。もうちょっと、もうちょっとなんかあるでしょ。なんだろうね。いや、一緒だろ。全部もあれば。楽しいよ。うん、まあ楽しいですね。ここだけ、ここだけだったんでね。2人で、久々にカメラをして、楽しい思い出できたんですけど。そういうのがね、やっぱりね。ちょっと待って、カフェから。ちょっと失敗しました、失敗しました。ちょっと後悔します。いいですからね、でもね。あ、なんかあれだ。ちょっとね、海外ドラマごっこっていうのを2人でやってるんですけど、記録でバーボンとか飲んだりとかするっていうのは。練習はどれくらいしてるのか。24時間。コメンティーボー、ジャックバーもびっくりですよ。それはすごい大したもんですね。日に日によりますけど、その月だったり冬なんで、やっぱり練習する時間も限られてるので、まあせいぜい1日8時間ぐらいですか。こんなするこんな時間長いです。この時間4時間、うん、そうなんですか。先輩、そんな時間ですか。まだまだですね。この時間半分だから半分ですか。でも普通にだいたい午前中3時間、午後3時間、短くて3時間ぐらい。僕もまあ1時間、あるいは2時間、もしくは3時間。きついからね、練習が。だから、今日は、まあ、たくさんできないから、きついですね。なかなかね、楽しい。いやー、美味しいですね。熱い。なんていうか、
ちょっと失敗しました。なんで俺は見えてきたのか、ぶっちゃけ苦手な選手はモザイク、あ、プーってですか、苦手あんまりいねえんだよ。俺味方じゃないですか、癖が癖が僕苦手な選手ね、竹内さんですかね。お互いどうぞ。レースでちょっと苦手だな、同じ客室の選手が苦手なのやりづらい、長くなるじゃん。そうだね。僕が苦手な選手は、だから同じ客室の一緒だね。一緒じゃん。一緒じゃん。いや、それは残りだ。いじめられることっていっぱいありますけど、全然厳しくなると思うんですよね。厳しいっていうか、全然アメさんのリスペクトします。そういうこと言ってもらいます。二人とも半袖ですけどね。脱げばいい。脱ぎます。脱ぐ。ちょっと脱いでいきます。あ、これ、いや、すみません。